こんにちは、ケイドラです。今日はモンスニュースまとめ解説やっていこうと思います。まずワートリクラブの追加情報ですね。予想通り超究極に B 級1位の二宮隊が登場します。いやー、これは嬉しいですね。しっかり期待に応えてくれました。このクエストを挑むためには B 級ミッションを全てクリアする必要があります。クエストの初登場に関しては明日の20時からですね。コラボ終了まで随時出現しています。これによってシークレットミッションが解放されるんですけども、上から見ていきましょうか。まず一つ目なんですけども、これはガロプラ遠征のクエストですね。ガトリン&ラタリコフを降臨キャラ3体以上でクリアしましょう。これに関しては影浦隊がめちゃくちゃ強いんで、サイドエフェクト使用しなくても全然クリアできます。二つ目がコラボキャラを1体以上入れて豪絶をクリアせよ。これに関しては初心者の方ちょっと難しいですよね。運極数が10体以上必要なんで、サイドエフェクトを使用しまくって同じキャラでもいいので運極10体目指しましょう。3つ目がシンプルにこの超究極をクリアせよですね。一番下なんですけども、サイドエフェクトを発動せずに超究極二宮隊をクリアせよ。はい、これはなかなか難しいんじゃないかなと思います。去年も超究極ビザがあったんですけども、サイドエフェクトなしは結構難しかったんで、かなりの高難易度になっている可能性があります。ミッションに関しては明日の4時から挑戦可能ですね。そしてこちら、サイドエフェクト発動せずにクリアするとストライカーカードのコラボ限定デザインがゲットできます。ボーダーのマーク入ってるんで、めちゃめちゃコラボに忠実なんですけども、まあ、今後もね、こういうものが増えていくんじゃないかなと思います。そして来ましたね、こちら、エスクードからのね、演出だったんですけども、玉駒第2、2人目のエース、ヒュースが登場します。待ってました。本当に待ってました。めちゃくちゃかっこいいですね。エスクード使用しながらグラスホッパーを使ってこちらに向かってます。そんなヒュースなんですけども、ヒュース B 級昇格ミッションというものが登場します。まあ、要するにヒュース専用のミッションなんですけども、クエストにヒュースを編成して、ポイントを貯めていくことになります。ポイントを上限まで貯めるとヒュースの進化解放が可能になります。こちらのミッション開催も明日の4時からですね。で、こちらがミッションの一部紹介なんですけども、これらのミッションをクリアしてポイントを100ポイント貯めることでヒュースの進化解放だったりグッジョブ、勲章もゲットできます。一部なのでこれ全てじゃないんですけども、基本的にはヒュースを入れてコラボクエストをクリアせよっていう感じですよね。まあ、こんな感じでポイントがね、振り分けられてるんですけども、まあ、一番大きいものは100ポイントの二宮隊ですよね。ただまあ、これはやらなくてもよくて、他のクエストでポイントを貯めて100ポイントもできるんで、基本的に超究極は見なくてもいいかなと思います。多分公式サイトに追記されると思うんで、こちらチェックして挑みましょう。ヒュースの性能に関してはまだ現状わからない状態ですね。そして2月20日はモンスの日というところで、ラッキーモンスを集めてるとワクワク味2つもらえます。で、今回もらえる特玉に関してはコラボ限定ですね。これを使ってワートリコラボのガチャ無料で引くことができます。ではお次、新限定のキャラ見ていきましょう。急遽発表されたんですけども、水の遊園にピリカが登場します。ほんといきなりですよね。しかも開催が明日からです。びっくりしました。では性能を見ていきましょう。重心化のキャラですね。反射パワー型、ラックスキルがガイド、アビリティが超 AGB、超アンチウィンド、超アンチ減速壁、超 SS ターン短縮。SS は自強化&敵に触れるごとにパワーがアップ、16プラス8ターン。友情コンボパワーフィールドと攻防アップとなってます。まずアビリティから見ていくんですけども、超アビ4つついてますね。重力ウィンド減速が全て超ついてるんで、まあそれぞれギミックが出るところではめちゃくちゃ強いです。16ウィンドだったら未開26とかですね。16減速はあんまり現状なかった気がするんですけども、ウィンド減速に関してはディビジョンの適性ももらってます。ただ現状この枠に関してはモーセだったりメルクリウスとかもいるんで、ディビジョン専用機として作られたわけではないと思うんですけども、まあ使えばねめちゃくちゃ強いと思います。で、 SS はおにゃんこぽんの SS と一緒で敵に触れるごとにパワーアップですね。これめちゃくちゃ強いんですけども、超 SS ターン短縮持ってるんで早く打つことができます。いや、これは、まあ、超アビと合わせると、まあ、多分めっちゃくちゃ強いんで、とんでもない火力出すと思うんですけども、またこのキャラがね、接待が入ったら、一挙になると思います。友情コンボに関しても、ステータスアップ系ですね。なので、味方強化プラス、爆発を拾えば、自身もパワーフィの効果と攻防アップの効果、得るんで、SS と組み合わせてあげると、ダメージが通らない敵に対してもダメージ通ってしまうんじゃないかなっていうぐらい、火力は高いと思います。パワー型なんでね、ステータスも高いと思うんですけども、そういうキャラが急遽実装されます。時期が時期なんでね、今このキャラ引くよりかは、コラボキャラ引く方が絶対いいと思います。ではお次、重心化界の情報を見ていきましょう。今回は、出雲ちゃんでした。いや、これびっくりしたんですけど、僕2月3体重心化界当てました。ワンチャンパーフェクトでしたね。では性能を見ていきますと、反射の超バランス型、ラックスキルがシールド、アビリティがマインスイーパー M アンチ減速壁、非属性耐性、友情ブースト、コネクトスキルで超アンチワープ、カウンターキラー。条件としましては、
自身と戦型が異なるキャラが1体以上、または合計ラック100以上、友情コンボは衛星弾8と超絶毒拡散16となっています。こちらに関しても結構性能当ててるんですけども、超枚数はもらうことはできませんでしたが、枚数 M とアンチ元素壁ついたんで、アンチオーブと組み合わせてあげると豪絶のアビニベーシャ適性になりました。これは本当にありがたいですね。適性を持ってなかった方からすると大きな戦力になると思います。他にも友情ブーストだったりカウンターキラーも新たにゲットしたんで、キラー対象にも友情火力結構入るし、超バランス型の効果も乗ってくるんで、弱点捉えることができれば結構火力が入ると思います。コネクトの条件に関しましても、バランス型以外が1体以上で発動するんで、まあ、これもね割と発動させやすいかなと思います。まあ、合計ラック100以上もありますからね。 SS に関しては変わらず貫通変化とアイテム成長ですね。ターン数が早くなりました。まあ、全体的に結構強化された上に豪絶適性もらったんでね、非常にいい強化なんじゃないかなと思います。こちらの重心以下回解禁日は2月22日火曜日の12時からとなっております。お次重心以下なんですけども、今回摂取でございました。こちらもね当て損ねたんですけども、一応属性は合ってましたね。というところで性能見ていきましょう。貫通のバランス型、ラックスキルがガイド、アビリティが超アンチダメージオール、アンチ魔法陣、水属性キラー M、SS ターンアクセル、SS は激種変化大号令ですね、16プラス8ターン、友情コンボは超強ウォールスルーバレットと超強攻撃アップとなってます。まずアビリティから見ていくんですけども、アンチアビに関してはダメオ魔法陣ですね。まあこの枠に関しては最近流砲とかも追加されてるんですけども、このキャラ属性キラー M 持ってるんで、殴り火力は本当に化け物です。まあ、超バランス型も解放できますからね、えぐいんですけども、まあ、やっぱり貴族性のダメを貫通のキャラといえばザドキエルが強すぎるんで、魔法陣対応してなくても結構使えるじゃないですか。なのでちょっとね勝負するのは難しい気もするんですけども、もちろんザドキエル持ってない方もいるんで、まあ、向上キャラで考えたらめちゃくちゃ強いと思います。 SS も変わらず激死変化大号令なんですけども、16ターンから打てるんで結構軽くなりましたね。これに SS とアンクセルが噛み合ってくるとターン数が速くなるんですけども、超ではないんで HP 半分以上切らないと発動することはできません。友情コンボに関しては超強ウォールスルーバレットですね。まあ、この友情コンボ持ってるキャラはまだ少ないんですけども、これにキラー M が乗ってくるんで、水相手にはうまく当てることができればかなり火力は出ると思います。ただサブ友情に関してはステータスアップ系なんで火力貢献することはできません。まあ基本的に難しいコンテンツでハマったらめちゃくちゃ強いんですけども、まあ属性キラー M 持ってるんでね、なかなかハマることは想定しにくいかなとは思います。で結構期待していた毒友情なくなったんで、まあ、個人的にはそこもねちょっと欲しかったなっていうふうに思います。ではこちらの重心化解禁日は2月22日火曜日の12時からとなっております。残り細かい情報を見ていきましょう。450に新キャラクター登場っていうところでケルネイヤが追加されます。こちらの追加日に関しても急遽明日からですね。では守護スキル見ていきましょう。レベル1で味方の HP を 15% 回復、レベル10で味方の HP を 100% 回復。これは結構強いですね。発動条件としましてはストライクショットを使用する、これを4回ですね。なので、まあ、難しいコンテンツで使う場合は結構 SS も道中から打っていくっていうところを見ると、割とね条件としてはね簡単なのかなというふうに思いました。簡単は言い過ぎかもしれないんですけども、難しくはないですよね。ビビアンに関しては味方の HP 50% 回復だったんですけども、このキャラ 100% なんで効果に関しては完全に上位互換ですよね。発動条件もビビアンに関しては1ターンに敵を2体以上倒すを3回だったんで、クエストによるんですけども割とどっちもどっちっていう感じはするんですよね。なのでこの450は相当優秀なんじゃないかなというふうに思います。お次新超絶回ですね。ティファレット回が登場します。副友情コンボこんな感じでして、白爆発 S だったりアタッチボムもあります。初降臨日は2月25日金曜日の8時から、そして次新メダルキャラですね、初登場は2月25日金曜日の4時からとなっています。進化後のお姿はこんな感じでして、光属性のキャラですね。性能に関しては反射ゲージスピード型、ラックスキルがシールド、アビリティがマインスイーパー M、 超アンチウィンドウかっこラック、闇属性耐性、ゲージでアンチダメージオール、SS は味方バフですね、16ターン、友情コンボはクロス分身弾となってます。まずアビリティから見ていくんですけども、メタルキャラにこれラックつけられたのは結構ね、シビアっすよね。まあほんとメタルキャラって最近全然活躍してないんで、そこに価値をつけようとしてきたと思うんですけども、超アンチウィンドウがラックによって発動してます。しかもマイスイ M と超アンチウィンドウのキャラなんで、豪絶アンフェアの適性をもらってます。耐性も持ってるんで、比較的安定しやすいキャラかなと思うんですけども、何度も言うんですが、今の時代、ミラクルミンだったりベスケートを使えば、まあ、アリア4でもね全然クリアできるんで、
1回クリアしたい方向けっていうのもちょっとおかしいんですけども、アイテム全然持ってない方は採用する価値はあるかなと思いました。ただその分メダル消費はめちゃくちゃ激しいんで、そこは皆さんのねメダル状況と相談してください。ゲージでアンチダメージオールもあるんで、麻酔ダメ落としても使うことができます。で SS に関してはバフなんですけども、16ターンなんでおそらく 1.5 倍のバフで二巡継続かなと思います。まあ、友情コンボに関してはそこまで火力貢献はできません。まあアンフィア終わってる方からするとそこまでね必要ないかなっていうふうに思いました。そしてこれに伴いまして、ロベリスの引き換え期間が間もなく終了します。今週のニュースに関しては以上ですね。来週は2月24日木曜日の16時から。ラッキーモンスターはこんな感じになっております。というところでやっぱりコラボの追加情報を扱ったっすね。やっぱりヒュース来てくれた、本当にまあちゃんと来てくれたことが何より嬉しいです。性能がまだわからないんであれなんですけども、もともとクロススティンガーとか持っていたキャラなんで、ワンチャンハイクロススティンガーになってくれないかなと期待しております。はい、そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。それではバイバイ。